またお出かけですか？はい、今日は裏道を通ってきまして、このセブンイレブンのとこを右折しましたら、メインの国道に出まして、そして宝塚インターチェンジからまた高速に乗ります。今日の目的はいつもの小野にありますドッグラン、グリーンドームに行って、赤ちゃんのアメコフワゲ君をうちとこへホームステイできるかどうかの実験です。そんな感じで今日はグリーンドームさんの貸切エリアにみんなで集合ということで向かってます。今時間は9時半、集合時間の予定は11時ですから十分に間に合います。はい、宝塚インターに参りました。いい天気です。今日は6月の15日土曜日です。今からですね、この高速道路からドッグランまで43キロ33分の予定です。もうすぐで山陽自動車道なんですけど、ここずっと工事してまして、左側を今80キロで走ってます。あと23分で着きますけど、ガソリンはですね、真ん中よりちょっと上、3分の1ぐらいがなくなってるんで、ガソリンもどっかでは入れようかなと思いましたけど、最近リッターがですね 7.2 か3ぐらいになってます。まあ、公式のね、この車の1リッターで多分7だったと思いますから、もう何十年も経っておる割には、まあまあまたかなと思いますけど、まあディーゼルとかね、最近の燃費車したら12、3キロは行くんでしょうけど、せめてそれぐらい行ってくれたらだいぶ助かりますけど、まあ馬力の方はね 3400cc ですから全然大丈夫で、ただこっちもね、だんだん動作が鈍くなってくる年代ですから、左側をトロトロ走ってます。もうすぐで山陽自動車道です。ここは道のサービスエリアです。ちょっとトイレ休憩してました。すぐ着きます。ロロロロロ、この車って貸したの、まな板の上で、およそ600メートル先合流します。今日は土曜日ですから車結構入ってありますね。遭難していく悲劇を描くんでありますけども、ドッグランに着きましたけど車がいっぱいです。上のドッグランで遊ばしちゃる？ええよ、別に。
かわいい。マジマジ。かわいい。マジは。写真任せろ。ワンワン。ワンワン。かわいい。かわいい。らしいか。慣れた。慣れた。慣れた。よかったな。じゃあ、お菓子とか。はい、いいね、かわいい。